トーマス・ムンケルトは東ドイツの陸上競技選手。1970年代から1980年代初頭にかけ活躍した110メートル H の選手で、1976年、モントリオールオリンピックと1980年、モスクワオリンピックに出場。モスクワオリンピックでは金メダルを獲得した。ザク選手・ライプツィガー・ラント軍、チェドリッツ出身。 ムンケルトは1975年の東ドイツのチャンピオンで同年に開催されたヨーロッパカップでも勝利している。1976年モントリオールオリンピックに初出場。5位に終わったものの、翌年のワールドカップとヨーロッパカップでは勝利している。1978年にはヨーロッパ選手権を制し、メジャー大会初勝利を飾った。 ムンケルトが選手として最も輝いたのは1980年モスクワオリンピックであった。この大会でムンケルトは13.39秒で2位のキューバのアレハンドロ・カサナスと100分の1秒差という激戦を正式金メダルを獲得する。この大会で彼は400メートルリレーにも出場し5位となっている。ムンケルトは1982年の ヨーロッパ選手権も静止に連覇を飾っている。さらに、400メートルリレーでも銀メダルを獲得した。1983年には再びヨーロッパカップを制す。しかし、同年に開催された第一回の世界選手権では5位という結果に終わっている。1984年ロサンゼルスオリンピックに東ドイツがボイコットすることに決めた後、ムンケルトは競技を引退した。 ありがとうございます。